皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ダービースタリオン04、ダビスタ04の実況を始めていきたいと思います。興味をくりまったりと始めていきましょう。本日はね、牛乳をいただいております。なんとなくね、牛乳を飲みたい気分でした。はい、いやね、キャノーラ油は飲まないよ俺はね。日清キャノーラ油だったっけ、わかんないんだけどさ、油でしょそれ、ね、僕はだから5年前にね、胆の摘出手術してね、胆の取ってるんでね、油っこいものはちょっと無理なんですよ。それでね、ウイペの方で混ぜそばって言ったけど、あれ油そばだね。油そば俺さ、最初一口目食べて、うわめっちゃうまいなと思って食べてたんだけど、やっぱ残したからね俺全部食べれなかったっていう。ラーメン屋でラーメン残したらそれが初めてかなっていうぐらいね。その話多分だいぶ前に、なんかダビスタのダビスタ3の実況の方で話したような気が、覚えがあるんですけどね。なんかね、その当時は喋りもね、今みたいに流暢じゃなくてね、今も流暢じゃないかもしれないけど、当時は、まあ、見てもらったら分かりますけど、もうすごい喋り下手くそでね。ダビスタ3の実況とかね、見てくださいよ皆さんね。めちゃくちゃ喋るの下手ですよ。テンション低いし。やっぱり練習ですね、喋るのはね。うん。だから最初自分で実況聞いた時、こんな暗い声なのかってびっくりしましたからね。こんな俺テンション低い感じで喋ってたんだなと思って、びっくりしてね。それで、まあ徐々にテンション上げていったんですけど、ね、皆さん最初そんな感じだと思うんですよ、チャレンジした時ね。うん。だから、YouTube やるにつれてね、やっぱりテンションっていうのは上がってきて、喋り方もね、どんどん上手くなってきてっていうのは絶対あるんでね。皆さん、チャレンジしてみてはどうですか？ダビスターね、スイッチ発売されますしね。うん。行きましょう。まあね、前回もね、ダダダブッシュ、これかなり能力ありましたよね。若草ステークスでアグネスフライトから印奪ってたよね、スピースターね、20丸。ひょっとしたらダービー出れたらね、チャンスあったと思うんですけど、まあこれ仕方ないよね。もう出れなかったっていう。故障がもう最近もう運がないのかな、どうですかね。運がないのか、みたいな。俺一人しか笑ってないな、今のは。ねえ。まあ引退させるしかありませんよね。はい。これまあ能力あっただけに惜しいなというところですね。まあレアルのダルビッシュもね、高校時代結構練習をサボってたって、本当かどうかわからないけど噂聞いてて、まあ、日ハム時代になんかまたね、パチンコしてる姿、タバコ吸いながらパチンコしてる姿ね、すっぱ抜かれて叩かれたりしましたけど、あのあとね、気を改めてね、練習に励んでね、プロで通用したというね、ストーリーがありますけどね。このダルビッシュも素質はあるけど、ちょっと怪我にね、たたられてしまったなというところですね。はい、引退です。まあ、それでね、まあ、スティーブ・ジョブズはね、正直、まだ6月1週だったんで、ダービーの週迎えてなかったら、でも無理だよね、100% 無理なんで、いいよね、はい。6月2週に治っても、ダービー出れないからね、賞金的に、ね、1000万下では。このダビスタはね、抽選とかないんですよね、ダービーは一応本賞金1600万円以上ないと出れないですね。皐月賞が確か1200万円以上ですかね、うん。スティーブ・ジョブズはもうお話にならないなっていう、僕の悪口を聞いてたとしか思えないね。はい、引退です。うん。まあ、それでね、2頭を入れましたよね。うん。まあ、マックロ・クルスケはスタミナ言われてないんだよね、おそらくね。うん。まあ、それでピュア二刀流がおそらくスピスター言われてると思うんですよ。ただ根性言われてなくて、早熟って言われたよね。はい。あ、そう、だから、この、マック・クルステスケはね、スピード言われたけど、早熟って言われてないから、スピードは徐々に上がってくると思います。ダルビッシュもそうでしたけど、やっぱり強くなるんだよね。早熟より、普通、チータイプの方がね。このまま、普通、チータイプでスピードを言われたってことは、かなりのスピードの持ち主だと思いますね。あとは距離が持つかどうかね。はい。まあ、それなんで、ね、新馬戦までスキップできます。さて、ピュア二刀流ね、勝手に登録してますね。これ、藤枝厩舎じゃないんですよね。朝原厩舎でしたっけね。はい。ね。関東の厩舎ですよね、もちろんね。ちょっと、ごめんなさい。あれ？取りやめしちゃったよ。なんだよ。調教見たかったのに。まあ、半老命ですね。まあ、調教休んでることもないし、まあ、結構いいんじゃないかなっていう。ね。まあ、これから自分でやってきます。
だ今まで故障してたのは、あの調教師の責任じゃなくて俺の責任なのかな。ね、自分で調教してましたもんね。あのレースね、出るようになってからね、俺の責任だと思うんで、あまり調教師変えても一緒じゃないかなって、僕が変わらないとね。福島さんレース登録します。はい、あ、岡部さん乗ってくれますね。やっぱり素質あるなっていう、早熟馬だからね、いきなりから走らないと困ったもんですよね。馬体重はね、ちょっと小さい体ですね。大谷二刀流、大谷さんとは関係ないけど、大谷選手とは全く関係ないので、これだけは言っときますけどね。マツコデラックスも、ま、あのこのデラックスマスクもマツコデラックスさんとは何の関係もないのでね。はい、でマクロクロス君もね、そろそろデビューですね。これ外しておきましょうか。はい、うん、これっておそらくスピッツサミナ言われてないんでね、ちょっと距離が持つのか心配ですよね。はい、翌週これ新馬戦からね、いきなり出しないとまずいですよ。早熟ですからね。さて、いい枠引いたね。2番だね、2番だね。エアバルジャンピュアに通る。おお、切った。これ一番人気じゃないの？一番人気だよね。おお、トキオパーフェクト平安、これ来たんじゃ。二重丸ついてるね、根性も。え、これは大事にいかないといけない。先行でいくわ、入れ込んでたけど。レース 1000m だったら入れ込んでてもね、バテないでしょ。いや、これは楽しみじゃないですか。トキオパーフェクトそこそこ強いよね、重賞級の。までね、いや、これはね、楽しみが出てきましたね。さすが二刀流ね、大谷選手を尊敬するピュア二刀流ね、これは楽しみですよ。あ、これ早くもぶっちぎってますね。こういうシーンありますよね、新馬戦でスピードの違いで鼻に立ってね。4コーナーではもうすでに勝敗が決まってるって、まだ分かりませんけどね。ちょっと大丈夫か、粘ってくれ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 。新馬戦久々の勝利、新馬戦勝ったら久々じゃないこれ。粘ってくれ粘ってくれ、なんとかなんとか。ちょっとやばい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 よやばいよ。よし、さて、早いとこね、賞金稼いでおきましょうね。うん、そしたらゆっくりね、あのローテ組めるんでね。オッケーオッケー。うん、いや、これは期待できますよね。今回もね、2歳が終わるまでやっていきたいと思います。朝日杯もね、狙える器ですね。うん、楽しみだ。皆さん、PS5 の方は予約しました？僕はだからゲームでやりましたよ。うん、それで昨日がなんか Xbox シリーズ X だったっけ、シリーズ S 予約開始されてね、ちょっと Amazon さ、夜中の12時に覗いたけど、俺が見た時はもうすでに予約も終わってた。Xbox までそれかよっていうね。あれ、なんか中国の業者らしいね、やってんの。転売屋ってね、うん。ひどいなっていう。中国人ってお金持ち多いからさ、なんか定価じゃなくても買っちゃうんでしょね。うん。まいったなっていう。おい、朝原、頼むよ、お前。ちょっと報告出すわ、これ。ね、報告出そう。報告出した方が早いでしょ、さすがに。頼むよ、ちょっと、ね。科学的トレーニングじゃねえのかよ、っていうね。うん。ちょっと、ダートマナでやろうか。出しましょうかね。まあ、この馬がね、スピードどんどん伸びてくると思うんですよね。まあ、ただ、成長方おすすめなんでね。まあ、新馬戦からスピード全開というわけにはいかないでしょうね。単勝数10倍ぐらいじゃないですか。ね。まあ問題は距離ですよね。まあ弱面ならばダービー勝つチャンスあるのかなと思いますけどね。まあスタミナ言われてないとダービー厳しいかなっていうのはありますよね。未勝利戦使おうか。未勝利戦の方がいいでしょう。まあ池添ジョッキー乗りましょうね。ダービージョッキー、三冠ジョッキー池添。池添、何でしたっけ。ごめんなさい。行きましょう。いい翌週。さて、一枠一番かな、これひょっとしたら。あ、マクロクロスケね、 5.7 倍結構いいですね。まあ未勝利戦だからね。
未勝利戦だから何とも言えないなっていうね。このままでも勝負根性ないね、うん、まあ先行で1個 1000m だから、まあ、相手はマイネルアステールにフレンドリーエースにレオウィンザ弱いね。これはねレベルは低いです。はい、まあラーメンね、油そばは食べれなかったけど普通に天下一品は食べれますけどね。なんかいろいろ話してたじゃん一時期、天下一品久々に行ってきましたみたいな話してたの知りませんか。天下一品はね、去年あたり結構行ってたね。今年はそんな行ってないけど去年結構ね行ってましたね。天下一品は普通に食べれますよ。あ、それで天下一品にも味噌ラーメンが出たらしいですね天下一品で味噌ラーメン食べる気するかな、どうかな。あ、ちょっとね大丈夫ですかこれ。もうバテてますね。スタミナないのかな。1000m でバテたらね、ちょっとね、最初入れ込んでました。ちょっと見てなかったんだけど入れ込んでたのかな。このまま意外と勝負根性ないね。まあ勝負根性言われてないからね。厳しい出だしですね。再開スタート大丈夫ですか。じゃあ次の未勝利戦までねスキップでいきます。現在ね、8月2週でね、新潟の未勝利戦登録しました。案上はね、海老名食器にします。登録したよね。はい。ね、追い切りもしたんで、翌週。まあ、ここでね、ちょっとガラリ一変してほしいなと。うん。まあ、入れ込んでなかったらいいんですけどね。まあ、ちょっと気性も荒いかもしれませんね、これはね。真っ黒クロスケ。真っ黒クロスケってもちろんご存知ですよね。ね。え、トトロの話だったっけあれ。トット歌ったらあかんからそんなの。トトロはね、僕はまあ見たことあるんですけど、そんなでもジブリはそんな見てない。昔の作品は見てたけど、ね、天空の城ラピュタとかね、あの風の谷のナウシカは僕はあの漫画であるじゃん。なんか、大きくて、L 版っていうのかな、あの、大きい殻のさ、細いなんか、単行本があって、あれ全部持ってるね。面白いよね。だから映画よりも、その、風の谷のナウシカは漫画の方がね、すごい、重厚なストーリーでね、絶対あの、読んでください。あの、映画じゃわからないから、本当の内容は。漫画読まないとね、わからないです。はい。原作なのかな、あれ。ね。うん、ちょっとまあ気象不安ですけど入れ込んでた、ちょっと見てなかったな。先行できます。レース、さてそろそろね第4コーナーですかね。折り合いバッチリついてました。はい、これはいけるんじゃないかなね。内回りですよね、 1200m ね。ただうちの馬がね結構粘りますね。刺せるかどうか。刺せサザンクロスビーゴーなんかに負けるな。真っ黒クロスケいけ。クロスサーズ満面のエビダメだね。2着だ。刺されて3着か2着ですね。はい。ちょっとスタミナに欠けるところがあるのかなっていうね。まあ、成長型ね、普通地位だから、まあ仕方ない、これはね。はい、早いとこ、賞金稼いでおきたいところですけどね。まあ、成長をね、期待しましょう。このまま、まあ、すぐには結果出ないわ。はい。またね、未勝利戦までスキップします。はい、ピアニトルね、治ってますね。現在9月1週ですけど、ソエは教えてくれないんだ。故障治った時ね。ちょっと見といてよかったら入球させます。はい。まあ、それでね、スキップします。さて、ピアニトルですけどね、カンナステークスに登録しました。ただ、乗り換わりですね。岡部ジョッキーじゃなくて、柴田義富ジョッキーです。はい。大丈夫ですかね。相手見たら特許パーフェクトぐらいなんでね、破ってる相手なんでね、まあ、ただちょっと太めですね。もう一回やっとく？もう一回やっとこうか。ね。はい。ちょっと、まあどうですかね。今やめとこうか。はい。故障したら怖いもんね。さて、パドックですね。内枠を引いてほしい。内枠関係ないかな ?1200m だったらね。はい。先行。あ、内枠だね。これ差しで行かせようか。ね。入れ込んでるみたいなんで。あ、1枠1番だ。いや、やっぱりね、太めっていうのと、出来がいまいちか。甘く見すぎたな。あと、今日パーフェクトに逆転されてるわ。これ、
追い込みで行ったら打ち回れるんちゃう。差しで行こうか。追い込みで行ってみようよ。1枠1番だから追い込みで行こうよ。ね。まあ、時をパーフェクトがね、粘る可能性もあるんですけど、まあ、まあ、早いうちに4コーナーでくっつく形になったら刺せるでしょう。ね、追い込みでも。うん。まあ、期待しましょうよ。うん、スタートバッチリ。オッケーオッケーオッケー。これでついていって、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 ついていかないとダメだって。ちょっと離されてしまいましたね。まあでも、うちからね、ちょっと前行かないとダメだよ。前行けないな、やっぱり。甘く考えてたわ。ねえ、長距離戦か、内枠で前行くのは。短距離戦だったら前行けないんだ。これダメだな、これ。どうですか、これ。前残りでしょ。まあでも、3番手に上がってきそうだね、4コーナーで。ね。うん、いい感じ、いい感じ。させる、させる。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。さて、最後まで、ね、特急パークって粘ってみて。させ、させ、いけ、いけ、一気にいけ、一気にいけ。ちょっと特急パークとか粘る。特急パークって粘る。させ、させ、一気にいけ。一気にいけ。いや、甘かったわ。勝てないわ、これ。させ、させ、いけ、いけ。最後いけ。最後、グイッとグイッと。よし、勝った。よし。よし、オッケー。まだ、ただね、これでは、まだダービー、ね、賞金足りてません。はい。うん。あと一回賞金加算したら、ダービーは確定ですね。うん。それでゆっくりしたローテで3歳をね、いけると思うんで。はい。まあ、これ、朝日杯目指しましょう。その前に、一戦叩きたいですね。はい。まあ、朝日杯狙わなくてもいいや。うん。あまり無理しないで、ね。将来のある馬だからね。距離伸びてこそ、本領発揮だと思うんで、この馬はね。うん。見事見事。ちょっと2周ぐらい、ね、調教開けましょうかね。安全策で。はい、9月3週なんですけどね、マクロクロスケ未勝利、1800m のレースに出したいと思います。中山競馬場ですかね。鞍上は海老名ジョッキー、引き続き続投ですね。うん、まあ、それで、ちょっとピアニトリを見てないんで、どうですか。あ、どういうことなんですかね、これね。まあ、ちょっと放牧出します。なんでこんな故障するのかな。なんか、ねえ。嫌になるな。さて、パドックですね。うん。また内枠引いたっぽいよ。青い勝負、ね、青いメンクは僕の馬ですよね。うん。3枠3番、真っ黒クロスケ。あ、人気あるね。うん。まあ、1008はこなせますからね、普通にね。はい。まあ、ただ勝負根性ないから、これ、ね、先行版の感じがするんで、先行させようか。はい。差しのがいいか。うん、フリートマッハが逃げ馬だから、どうかな。前で粘れそうだから、先行か。ね。はい、行きましょう。レース。ただ、勝負根性ないとね、勝負根性ある馬とね、叩き合いになったら、スタミナ奪われるんですよね。昔よく、スーパーファミコン版のダビサで、ライスシャワーと競り合ったらね、ライスシャワーにスタミナ奪われてね。ね、ありましたよね、そういうの。まあ、ダビスタ04もそういうタイプだと思うんでね。うん。だから、競り合ったらちょっとスタミナ奪われるかもしれないな、これ。ね。競り合ってる？ね、ちょっとピンチかもしれませんね、これね。うん。ちょっと差しのは良かったかな。フリートマッハ。うん、叩き合わないでほしいですね。まあ、スピードの違いでね、前行ってますけど。まあ、そのまま逃げに残ってほしいね。うん。ダルビッシュでしたっけ？去年ね、こんな感じで負けましたよね。うん。さて、どうでしょう。第3コーナー。うん。ああ、迫ってきましたね。ちょっと、早めに動いた方がいいんじゃない？早めに動いた方がいいんじゃないの？叩き合いになったら、スタミナ奪われるよ。ちょっとやばいんでねえの？やばいんでねえの？これ。粘ってくれ、粘ってくれ。大丈夫、大丈夫。ちょっとスタミナがね、やっぱり心配なんだよね、これね。粘ってくれ、粘ってくれ。なんとかなんとか、なんとか、スピードはこっちの方が上。よし、勝ったね。よし。いい勝ち方ですね。ねえ。ちょっとね、ね、二刀流の方が残念でしたけど、マクロクロスケ、まあ、順調じゃないですか。ねえ。うん。うん、よし。マミラジョッキがね、引き続き乗ってくれたら最高ですよね。さて、現在10月3週ですけどね、帰球させました。うん。ピアニトリね、帰球させました。はい。
ちょっとね、体弱いところあるんですかね、これはね。まあ、大事に使わないといけないなっていう。まあ、前哨戦叩いて、まあ、朝日杯が理想ですよね。年内は2戦に留めましょう。はい。3戦とか使ったらいけないね。賞金稼ぎとか。ね、まあ、まだね、賞金足りてないんでね。うん。もう1戦なんかで勝ったらいけるんで、ね。うん。ちょっと怖いよね、調教もね。なんか故障しそうで。まあ、ただ、コラあたりはね、ビシバシ追わないといけないんでね。うん、太めだしね。うん。これで参ってるようではダービーは取れませんよね。昨今のね、野球のピッチャーがね、やっぱ故障とね、隣り合わせにあるんで、難しいなっていう話がありますけどね。ね、健全な投手の育て方って難しいですよね。それと同じで、やっぱり馬の育て方っていうのもね、ガラスの足ですからね、馬の足はね。もっと難しいというか、まあ、ピッチャーもね、僕もやっぱりピッチャーやったことあるから、常に故障と隣り合わせですからね。まあ、馬もそうなんでしょうね。うん、まあ、マクロクリスケちょっとね、1トン差あったんですよね。まあでも使えそうですね。410キロだったらちょっとガレ気味だと思うんですよ。もうちょっと体重をね、上げたいんですけど、まあ何かしら使いましょうか。はい。まあ、販路中心ですね。販路マナリ中心でやってます。ガレッツなんで、まあ、ダートもできないのでね。うん。というわけで、ちょっと使いましょうか。はい、410キロ。ちょっとね、馬体重軽いと思うんですけどね。414、6あたりが、ベスト体重かなっていう。まあでもないね。輸送するわけにはいかないしね。馬体重がれてるから。イチョウステークスか。まあ、イチョウステークス思い切ってオープン特別使いましょうかね。はい。うん、ピアニトリーやったっけ？やってるね。うん。まだ太めなんですよ。402キロがベスト体重ですね、これはね。はい。もうちょっと 2回追いはできないかな。ね。1回追いにしとこうか。ちょっとスタミナアップさせたいんでね、ダートいっぱいやります。気象はね、これ以上上げる必要ないのかなと思いますけどね。どうですかね。うん、気象は十分にいいなっていう感じがするんで。まあでも入れ込んでたっけ、さっきね。パドックで。あ、絶好調になっちゃいましたね。どうしよう。まあ使いましょうね。はい。一応セーフス。まあ、このままも別にね、朝日杯どうのこうのっていうね、馬ではないかもしれないんで、岡部さんも乗っきましょうか。はい。エビナジョッキー乗ってくんないんだ。うん。まあ、イチョウステークスはエアグルーブとか出てくんの、どうでしたっけね。まあ、ダート強めやります。まあ、2000円くらいまではね、持ちそうですけどね、これはね。24が果たしてね、内枠引いて追い込みで一発あるかないかぐらいじゃないですか。ただこのままね、勝負根性ないんで、追い込みパーではないからね。根性あったらいいんだけど、うん。あ、ちょっと確かめてなかったね。ちょっと一旦止めるわ。確かめる必要ありますね。来年に向けてね。はい、それでね、エミナミーナ、あ、不渋滞だったんだね。コメントによるとね、エミナミーナね、ダビスタの中で一番スタミナがあるって言ってましたね。うん、期待してたんだけど不渋滞か。カッティングチーズも普通不渋滞だね。まいったな。それちょっと確かめてたんですけどね、結構コメント言われてました。あ、トニーリントレイとスピード言われたね。ね。これ走らせてもいいんだけどね。まあ、ただエンディングにはならないからね。うん。ね、スタミナ来たでしょ？マクナリメイビーユーキャン。うん。ユーコスキーのと超マクナリの子供で仕掛け、影って珍しいよね。ね。仕掛け、影どっち？俺わかんないんだけど、影かな。それで、マクナリとマルチメディアスピードですね。これでよく乗りますよね、スピード。ね、相性いいのかな。うん。うん、まあ、行きましょう。はい。期待ですね。よきしゅう。まあ、ここでね、結果出してくれたら、楽しみありますよね。まあ、内枠引いて追い込みがいいのかなっていう。まあ、ただ、ね、勝負根性があるまではないからね。あ、ドーベルさん来ましたね、ドーベルさん。エアグルーヴ出てきた。レベル高えよ。まあでも人気はそこまで負けてないね。8.9 倍だ。あ、結構能力ありますよ。ドーベルからスタミナ印奪ってるよ。うん、まあただ勝負上ないからね、これはね。うん。エアグルーヴさんには勝てないからな。まあ、追い込みでかせるしかないね、これはね。レース。ドーベルより内に入りたい。ドーベルより
まあ後ろになると思うんだけどね、うちに入りたいのサウチに入らないと絶対勝てないと思うんで、まあこれもあの最後の直前までスキップします。はい、第3コーナーですね。ちょっとねサウチ取れなかったわまあ折り合い抜群ですけどね、前ね2頭前行ってるんでね、ちょっとどうですかね、勝負根性あるタイプじゃないし、まあ外回ってますよね。勝負根性ないだけにこうなったら厳しいかなっていう、まあ能力あるんですけど、ドーベル戦闘ちょっとねこれさせますか、スピードあるでしょ、ないことはないでしょ、させ絶好調だからいける、最後グイッと、やっぱり勝てねえわ、前から行った方がよかったな。ドーベルですね。うち取りたかったなっていうね。まあ、ドーベルさんとね、エアグルーヴはちょっとレベル高いですよね。まあでも、牝馬だからね、負けてられないんだけど、うん、他の馬にも負けてるからね、大した馬ではないのに。はい、現在ね、11月2週ですね、マクロクロスケね、京王杯、京王杯か。2歳ステークス出したいと、まあ、ピュアニトリが一向に良くならないね。参ったなっていう。さて、パドックですね。まあ、レベルがどうかね。相手まだ調べてないので。グラスワンダーっぽいね、これ。クリゲ。違うね。これ、うちは聞きたいけどね。まあ、先行で勝てますでしょうかね。はい。外ですね。さっきの収集見る限りね、重賞でも通用しそうなところはあるんで、どうですか。あ、一番人気だねえ。あ、使い詰めで来てるから嫌なこと言うよな。あ、これ能力あるな。先行で勝つでしょうね。はい、うん、追い込むのがいいかな。まあ先行だよね、レース。うん、これはね楽しみですね。2着以内に入ってほしい。まあできれば1着に入ったらね、もうダービーの権利は取れるのでね、重賞勝ったらね、これは勝ちたいですね。なんとか、スピードがあるから、前に行きますよね。よし、オッケー。これでいいです。オッケー。逃げる形になりましたね。オッケー。うん。うん、やっぱりスピードあるね、この馬ね。スピードあるね。いや、やっぱりね、ただ距離持つか心配ですね、こうなってきたらね。うん。スピード馬な感じがするんで。幕なりって言ったらね、スタミナタイプだったと思うんだけどね。これどうですか、持ちますか。粘ってくれ。エイシルバーガー伸びてきたよ。引き離せ。無知入って引き離せ。こっから能力が違う。粘ってくれ。大差で重賞勝ち。これは強い。グラスワンダーを彷彿させる。ぶっちぎり。これ朝日杯勝ちましょうね。はい。楽しみになりました。あ、ただ、状態がキープできるから。うん、まあでもダービーは出れるね、これでね。はい、オッケー。相手が良かったっていうのもありますよね。うん、うん、この馬はねどんどん成長していくタイプなんで、普通打ちタイプだからね、スピード伸びると思いますよ。ただ問題はスタミナですね。これでスタミナがあればね、ダービーチャンスあると思うんだけどね。うん、やっぱりこのマルチメディアとマクナリの子供はね、スピードつくし、走りますね。ね、故障してないよね。それでね、ピアニトルちょっとトースパイ使いたいですよね。よくならないんだよな。これちょっとウッドしようか。参ったな。ちょっとウッド強めでね。2回やりましょうかね。仕方ねえよ、これ。回復してこないとね、やっぱり。無理するなってことかな。ね、これで治らなかったら、まあ無理しないでいこう。ね、賞金稼ぎたいところですけど、まあ、ウッド馬なりやりますね、次ね。はい。下回ってね、ごめんなさいね。ウッド馬なりやります。どうですか？故障するなよ。先週、合わせいっぱいしてるんだよね。まあ、これで変わってきたら出しますけどね。故障が心配です。うん、OK。出しましょう。はい。うん。よし。OK。まあ、600メートルの距離延長になりますけどね。まあ、楽しみなところが大きいですよね。決闘から行って短距離馬じゃないでしょ？うん。楽しみ、これは。乗り換わりかよ。
ペリーさんはでもまあ朝日には乗ってくれるのかな。ペリーさんで行こうかね。ペリーさんで行こう。うん、朝日まで継続で行きます。来年はちょっと考えないといけませんね。さてトースパイですね。下かんだ。行った口内炎になるわ。もうあアドマイマックスね。上天ブレイブ強いところが出てきましたね。これでどういう人気なのかちょっと入れ込んでるな。まあ人気は互角ですよね。まあそこそこ入れ込んでるから、まあ、状態悪い中でこの人気っていうのはまあいいとこじゃないですか。あでもちょっと収集ついてないな。叩き台だから良しとするしかないね。キングヘイルあたりにこれだけ収集をね奪われてるっていうのはちょっとがっかりですね。まあ、これちょっと追い込みで試します。打ち通れるかな。どうですか。通れないかな。最高から行こう。これ小等数だから思い切ってレース東京だからね。まあこれでどういう競馬見せるかね。入れ込んでたし、入れ込んでたっけ今。どうでした。まあ、ここはまあ叩き台だから負けても仕方ない。まあ負けてもいいよ。負けても仕方ない。打ち通りたいですね。まあ桜スピードとねキングヘイローが1番手2番手。ああいい位置ですね。これでいいですよ。まあね、まあ折り合いはついてますよね。まあ、ただね、まあでも子供はね意外と根性あるから、根性の印ついてたよね。悪くはな、根性ないことは全くないことはないんで、まあでも追い込みでもいけるんちゃうかなっていうね。逆だったらよかったんだけどね。まあ黒黒助とね客室が、まあちょっとまあ真ん中割ってねいい形いい形。キングヘローもいいね、手応えいいですよね。ただスピード足りないか、スピード足りないか。まあいい感じで伸びてきましたよ。OKOKOK。叩き台としては申し分ないね、これね。いい感じ、いい感じ。伸びろ、伸びろ。最後、グイッとグイッと刺せ、刺せ。刺せ、一気に行け、一気に行け、一気に刺せ、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 刺せ。刺した。刺したんじゃ。3連勝や。で、これで、ダービーまで行けますね。はい。OKOKOK。いい感じですね。なんか、すごい順調すぎて怖いぐらいですね。ねえ、ちょっとトンザーはありましたけどね。添え2回やったしね。これ能力あるな。ねえ。大事に使いましょう。はい。朝日杯出しましょうね、二刀流ね。オッケーオッケー。まあ、今回朝日杯までやりましょう。まあ、来年ちょっとね、意外ヒリヒリする展開になりますかね。ねえ。なんとかダービー出したいですよね。さっきダービー出せてないんでね。さて、これでね、二刀ともね、朝日杯に向かうわけですけど、マックロクルスケがちょっと状態落ちてるから。落ちてるよね、やっぱりね。これ、まあ、藤枝マジックでさ、やっとくがよかったな。これ、ウッドを2回やってね。投手はやっぱり追い切りしないからさ、藤枝球者は。まあ、これ終わった後、使います。はい。12月2週でしたっけ？ね、朝日杯は。今とは違うんですね。今は12月3週ですけど、これ、当時は12月2週ですよね。まあ、2頭ともいい感じでね。そう、故障してるか確かめないとね。故障してる可能性あるよね。まあ、それでちょっとね、藤枝マジック使います。大丈夫ですか？大丈夫？おぉ。よし。まあちょっとダート、曲がりだけやっとこうか。はい。状態の方がそこまで上がってきませんね。まあ素質があるのはね、間違いないんで、もうちょっとね、状態上がってほしい。もう一段階上がってほしいよね。ね、まあ、疲労は溜まってないっちゃ溜まってないんで、もう一回打ってやるか。もう一段階上げたいもんね。打ってやろう。まなり。溜まってないでしょ、疲労は。大丈夫でしょ。大丈夫かな。
お怖いわ、ほんと怖いわダビさん。さあクロスケどうですか。あ上がってこないね、うん、ちょっと無理ですかね朝日ね。はい、ほんとね、なんかね、なんかね、多いね、これね。いや、朝原調教師、大丈夫、科学的トレーニング取り入れてるんじゃないのね。上がってきましたね。あ、これ何もしてないよ。なんだよ、それ。藤枝さん、ちょっと、調教しなさい。これ、ウッド、馬なり2回やったら変わるかな。変わったら出れますけどね。なんとか出してね、最後終わりたいですよね。朝日杯出して。変わらないかな。これ、アスマやるわけにはいかんからね。ちょっとガレてるから。まあ、一回で変わってこないかな、これな。変われ変われ変わってくださいダビスタの神様。ダビスタの神様にそっぽ向かれてるからね、俺。最近。というわけでね、まあ、ちょっと進めましょうね。はい、まあ、2頭ともまあダービーの権利はあるんで、まあ、最大出てなかったけどさ、何かしら使いましょうか。まあ、ちょっと調教をやろうか。ね、はい、治ってるね。はい、調教でちょっとスタミナ補強しようかなって。体弱いな、やっぱり二刀流はな。大谷選手も今苦労してますからね。なんか、それを彷彿させるような、大事に大事に使わないといけないなっていうね。なんかすごい神経使いますね。まあ、ちょっとクロスケをラジタン出そうか。あ、ホープルステークス出そうね。はい。ホープルステークス出して今回終了しましょう。2000メートル持つかどうかね。まあ、これからちょっとダートチョッキやっていきましょうね。スピードあるから。ラジオ日経賞出す。ラジオ短波賞かな、当時は。ラジオ短波杯か、当時は。まあさすがに、ホープルステークスから行こうか。ね。ピュア二刀流もね、ちょっとまだ状態が悪いね。販路でやろうか。販路馬なり、じゃあ待ってください。販路馬なりもね、結構、疲労溜まるのかな。朝原調教師頼むよ、ね。科学的トレーニングでさ。調教だけじゃなくてね、調教後のケアとかもね、重要ですよね。休眠さんもね、厩務員さんがね、馬と信頼関係を築くことによってね、結果も変わってくると思うんでね、調教だけじゃないですよね、馬を育てるって言ったらね。まあ、人間を育てるのと一緒だと思うんですけど。あ、いい感じですね。さて、使いましょうか、ホープルステークス。414で使いましょうかね。はい。あ、アンパスさんね、いいね。いいね。今回ね、これで終了します。はい。ダートマナリでいいね。さて、2000メートルでどういう競馬するかですね。ちょっとバテる可能性もあるんじゃないか。先行で勝ててみようか。まあ、これ先行でバテたらさ、まあ、ダービーはやっぱり差し追い込みだよ。2000メートル先行で持つかどうかね、試しに。さて、まあ、ライバルはね、エアシャカールとかいいのかな。ホープルステークスって言ったら何がいましたっけ。ハッピールック、あ、カリスマさんオペラ、あ、鹿島通りも結構強いですよね。あ、エアシャカール出てきたね。エアシャカール 4.2 倍、どういうことこれ、そんなレベル高いの。
や、これダメだわ。ダメだね、この収集見る限りね。ちょっと先行で行かせます。前に行くしかないよね。はい。鶴丸ボーイ。鶴丸ボーイがエアシャカールに収集バットっていうね。エアシャカールが調子悪いのかもしれませんね。まあでもスピードの収集がね、ちょっとちょろっとついてるので、使用三角ね。はい。まあ、前行かないとね、前行くでしょう。桜スピードがいるんだね。やっぱり期待はね、二刀流ってことになりますかね。まあこれから成長していくと思うんだよ、この馬ね。スピードがどんどんついていくと思うんでね。これからの馬なんだよ、この馬は。マックロクルスクはね。まあ2番手からの競馬でね、ちょっとスタミナをね、見たいですね。持久力っていうか。これでね、最後まで持つかどうかね。最後まで持ったら結構 2000m は持つんだなというところですよね。入れ込んでもないので、折り合いバッチリなので。ヤーシャカールは後方からですね。ツーマルボーイがずっとかかってんだけど。さて、前がね、なんか残りそうな感じ。あ、行ったね。行った行った。ヤーシャカール持ったまで余裕シャクシャクで回ってるけど。大丈夫あれ。さて、鶴丸ボーイ行きに来た。鶴丸ボーイ。ちょっとスタミナないのか、スタミナないのか。いけいけ。させさせ。させ。スタミナどない、スタミナどない。いけいけ。頑張れ頑張れ。前残りや、これ。前残り、前残り。させさせ。させ。いけ、一気に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 いけ、させ。2着や。まあ、2000メートル微妙ですね。微妙な感じがする。まあ、勝負根性ないからね。叩き合いになってさせる馬ではないと思うんですよね。まあ、というわけでね、今回ね、これで終了します。まあ、来年ね、今年か、もう1月ね、1週ですけど、楽しみですね。はい。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また見ましょう。